どうもこんにちは。はい、どうも、よろしくお願いします。はい、今週はチャンピオンズカップですが、はい、そうですね、石川良幸記者に、登場してもらいました。はい、久しぶりの登場ということでありがとうございます。じゃあ、チャレンジカップということで、本命は里のクロニクルということで、対抗はブレス、ちょっと待って、違う、じゃあチャーまで一緒だけど、チャー、あ、ジャパンカップダートのことですか。あ、そうちょっとそれも年取ってくるともう分からん、はい、もう全然分からん。じゃあチャンピオンカップの予想、じゃあチャンピオンカップの予想です、はい、本命は KT ブレイブにしました。はい、そうですね、まあまず結構ね、勝ったり負けたりのメンバーで、まだこの世代の中で北高たる前が抜けて、まだコパのリッキーはいますけれども、まあだいぶ年も食ってきましたし、世代間の力の差は、その競馬場の得意とか自分の展開のスタイルとか、そういうことによっていろいろと変わると思います。はい、まあ一般的に今回出るのはこう旧勢力と新勢力の台頭、そことの戦い、天狗迅速に注目が集まり、まあ迅速が勝てるかどうか、前へ行く客室だから、あ、これはレースが流れるだろうと、うん、なら後ろから馬が来る、馬が来るだろうと、そうですね、そういう考え方が一般的ですし、そうですね、過去2年かな、共に、サンビスタか、おととしは、はい、ミルコかな、はい、去年は大野君がうまく、そうですね、立ち回って差しが決まってます、はい、ただ中京は基本的に先行有利の舞台、そうですね、ダートで、ただ俺が主に先行有利の舞台になぜなってるかというと、うん、昔の中京の小回りとは違って、広いコースになったら差しも決まるだろうと思って作ったコースですけれども、内瀬スタート位置を盛りの中腹で作ってしまったがために、あ、そうなんですね、不得意な馬は出れません、はい、出ない馬がいるということは競り合いがそれほど行われない、また大箱となったら足バタバタなのは嫌だと、そういう心理もあって、前が残ります。まあ基本的に4コーナー後方から一気に外回って差し切るのは無理、うん、ただその中でも G1 でちょっとタイトなレースになって、2年前はボーマンと誰だったかな、パートンやったか、クリノスター王と、外国はガンビットやったかな、はい、それがもうバンバン行って、はい、豊かさんの邪魔をして、うん、豊かさんがカンカンに怒って、ね、その中で、うちを、ま、立ち回ってたミルコが指してきた、去年は、ある程度アオリーが一番人気で早めに動いていって、うん、その中で後方で自分の武器を磨いていたサウンドトゥルーが外を回すんじゃなく内を回って刺したと、ね、ああいう風の一工夫がないと刺しは決まらない。なるほど。じゃあ前かと言われると、この TM 迅速が初めての中京、ね、左回り、これまで勝ち身にちょっと乏しく決め手を欠いていた準オープンから馬は変わってますけれども、スタートスッと出るかどうかもわからない、難しい、ある程度古川ジョッキーにも、ノーマークで乗っていただきたいという気持ちも働きまして、褒めにはしません。そうなってくると、サッシウマ、サウンドトゥルーが突き抜けるかといっても、ハマるかハマらないかの馬に、つけるぐらいなら、人気のない方、かほじていく、それも考えましたけれども、はい、しかし、案外ペースがゆっくり流れたらどうなんだと考えると、はい、そのあたりにかけるのも、ちょっと難しい。まして、アオディも外を回ってきそうだ。はい。で、その心はなんでこういう感じ。そして、KT ブレイブ、はい。この馬は逃げ馬でした、もともとが。そうでしたね。それが、はい、3走前ですか。出遅れて差し切った競馬から、ちょっと幅が広がった。ね、これは大きいです。うん、まあ、今回もある程度前へ行ってくれと、目の先生はおっしゃるんだろうけれども、前が競り合えば、好意に控えることもできると。うん、そういうのは、やっぱりジョッキー心理にとっては、どういう競馬ができるという選択は非常に心強いはずです。なるほど。どんな展開になっても、ある程度馬券を楽しめる、僕はそこに落ち着いて KT ブレイブです。それは馬券の勝ち負けとかいうよりは、いや、楽しめる、もう前で決着、もう差し馬を方面すれば前で決着するし、前でって言うとなんか差しが来そうで怖くてたまらない。どっちからでも美味しいKT ブレイブを本命にします。なんかそれいい、信じるか信じないかはあなた次第、はい、ぜひ皆さん、参考に、してみてください。よろしくです。はい、まあ、最後にちょっと力作をもう一回、はい、頑張れ目の先生、はい、じゃあ最後に目の先生のモノマネ、おい、何やこれ、ありがとうございました。